うわドラゴン、ちょドラゴンはいるんだけど、来い食え食え、よし来た来た、ジャニーズあなたの中継らしいです。僕で今日は猫ちゃんとほのぼのフィッシングやっていきましょう。久しぶりでございます。ということでですね、今日はね何をやっていくかというと、こちらですね、もうレーダーが見えないエリア、このエリアのいろんな、今パッと出てきましたけどね、いろんな、新種の魚がいますので、まだこの辺をね全然釣れていないので、この辺の魚をちょいちょい釣りながら、いろいろですね、どんなのがいるのか観察しつつみたいな感じでやっていきたいと思います。なんかね1匹ぐらい、大きいのか中ぐらいなのかわかんないけど、魚をね釣っていきたいと思うんですけど、まずは餌をゲットしましょう。 OKOKOK これで、中くらいの餌にはなったんで OKOK これでね行けば行くんじゃないですか。ちょっとあそこね小魚がうざいから一旦ボムを入れていきましょうかね。さあなんかいますか、この辺ドン OK、 こいつを使って、お、なんかいた、なんかいた、あいつついてえなあ、いつあいつついてえな今日は。おあ、ちょちょちょ、やばいやばい、あ、釣れちゃった、釣れちゃったよ。おあ、なんだこれ、なんかまたここにも見たことないやついる。まずこいつ釣ろっか、謎のやつね、変なこの、宇宙魚みたいなやつね釣れちゃいましたけど、こいつねよく釣れんだよね、こいつはよく釣れる割に、なんかあんまり、おいしょ、あ、美味しくないと思ったら美味しかったあれ、ちょっと待って、ちょっと餌集めますね一旦。さあ OK、 準備万端なので、さっきのやつねちょっと釣っていきたいと思います。謎の魚いましたよね、あの子を釣っていきたいんだけど、ちょっとボムが消費できなかったな。ピラニアがいっぱい来るかと思ったんだけど、この辺でちょっとボム消費しとくか。 OKOK、 さあこの辺に、いたと思ったんですけど、あれいなくなりましたね。真っ暗になりましたが、真っ暗になったが何もいなくなりました。え？いたよね。どっかと、あ、うわ！こいつらめっちゃついてきてた。うざ。うざいですね。この辺のこいつら。あれ、ちょっと待って、どこにいた？どこにいた？この辺にいただろう、変なやつ。あれ？結構多分深さ的にはこの辺のはずなんだけど、今ね、ちょっと船を動かして、探していますけど、いなく、おわ、ドラゴン！ちくしょう、ドラゴンはいるんだけど、なんで、どこ行った？この辺ちょっと魚探が見えないからさ、結構釣るの難しいですよね、目的じゃないやつ、あ、目的の魚をね、釣りたくても。いなくなりましたね。あれ？さっきなんかピカピカ光ってたんだけどね、謎に。くっそ、いねえな。あ、いた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 、いたぞいたぞ、こいつらじゃない、ほらほらこれ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 、よし来た来た、ゲットゲットしました。さあどうでしょうか、あ、そんなに強くないですね、そんなに強くないです。ピッカピカめっちゃ光ってますね、これライトが明るい、めっちゃ光ってる、深海魚みたいな。オッケーゲット、ランビー、そりゃランライト、お、見て見て、船に乗せたら透明になっちゃったよ。謎の魚ですね。もう完全にこれ宇宙魚でしょ。さあ、ちょっとこれに、今ちょっとこれに、いい感じに乗っかってですね。よいしょ、おーしよしよし。これに乗っかって、あの巨大魚も釣りたいんだけどな、なんかゾンビフィッシュみたいなやつ。あいつ釣れると最高なんですけどね。ちょっと、探していこうかな。さあおそらくですね、この、あ、なんかいたぞ、なんかいた、こいつも釣りたい、新しいやつだ、おいしょ、こい、こい、食え食え、よし来た来た、うわめっちゃ強、めっちゃ強、おーしよし、エリアフィッシュ、謎のエリアフィッシュゲットしました。この辺りをね多分回遊してると思うんですけどって言おうと思ったら、釣れましたね、謎のエリアフィッシュ。あ、初めだけだったから強かったのは。おーしよしよし、最後ちょっと若干抵抗を見せますね。若干抵抗、オッケー見せるものの、スライミー、スライムフィッシュですね。スライムフィッシュ、オッケーゲット。よし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 。新種ガンガン釣れてんじゃん。だけどあの、でっかいゾンビフィッシュみたいなやつがいなくなったな。あいつどこ行ったんだろうな。結構ね、回遊してるから、あの、探し出すのが難しいぞ、これは。ちょっと待って、カメ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 、カメ、カメ。カメ来い、おーしよしよし、オッケーオッケー、カメカメ、これね、なかなかここのエリア、ちっくらいの餌をゲットするのが難しいですからね。よし、オッケーですよ。
さあここは一つボムをつけてロケットつけていってみましょうか。ここがマックス、これ以上先進めないところまでね行ってますけど、なんかいたぞ、なんかいたぞ。黄色いのはこいつはでも前にも釣ったことあんだよな。あ、しまった、あれをつけてくるの忘れましたね、フックを。ちょっとねゾンビフィッシュの存在だけ確認して、あ、こっち待って、こいつ釣れない、釣れないんだ、やっぱあいつ釣れないんだ、ソードフィッシュは。さあちょっと今度こそ、ゾンビフィッシュを見つけたいんですけど、なかなか発見できず。どこにいるんだ。あいつ大きいからな、すぐわかると思いきや、なかなかその姿を現しませんね。下の方にいるのか、上の方にいるのか、謎なんだよね。ちょっとあいつの前にもう一匹の謎の巨大魚、光るやつ、ロボット魚みたいなやつを釣ってきた。あの白いのもいっぱいいてうざいですね。さあどこにいる。いや、ここちょっとそこまで来ているぞ。こんな下なのかな。さっきいたよね、ちょっとその辺に、その辺でウェイウェイしてたんだけどな。うわ、いたちょっとゾンビフィッシュじゃないけど、この光る謎のやつ、こいつ釣りたい、こいつ釣りたい。食わない、食わないぞ、食わない、なんで食わないんだこれ。よいしょ、あ、来ました、釣れた。なんだこれ、うわ今食いつく瞬間が分かんなかったけど、食べてるところが見て、なんか光ってるよこれ。いや、これ今までにないですね、この感じ。うわ、すごいぞこれ。さあ、なんて魚だと、うわー、ランピス、めっちゃ高い、めっちゃ高い。やりました、釣りましたよ、いくよ、せーので、ほい、おお、ゲット、やった。そして夜になった、このタイミングで。やったー、ちょっとゾンビフィッシュは釣れなかったけど、新しい巨大魚釣れました。なんだこいつ、ランピスだ、ランピス。さあ夜になるとちょっと様相が変わるんでしょうか、この辺りもね。変わるのかどうかだけ見てね、今日はちょっとこの辺にしようかなと思う。あー、ちょっと待って、これ見たことない、見たことあるか、あるけど、なんか端っこの方にしかいなかった気がするんだよな、あいつらが結構出てくるのかな。ちょっとあの端っこの方にしかいないやつ、あいつも釣っていきましょうか。うわ、ちょっと待って、中くらい魚が多くなってる、ここ。うわ、ちょっとなんだ、亀が強くなってるぞ、異常に。よいしょ、満月の力か、これが。これが満月の力か。魚の力までも強くしてしまう満月。なんと恐ろしい。さあ、このあたり、こいつですね、こいつ。あ、来ました。こいつは釣ってなかった気がする。ウルトラマンみたいなね、頭してますけど。ウルトラマン、結構高かった。おしよしよし、オッケー。さあ、だいぶ釣ったぞ、これは。だいぶ釣ったんじゃないか。まあ、とりあえず今日はね、謎の巨大魚ゲットしてますから。まあ、もうこの辺で、お別れでもいいんですが、まあ、ちょっとですね、もうちょっと今おまけタイムということで、何か新しいのね、この夜になったら出てくるんじゃないかってやつを釣りたいんだけど、どうにも。あ、うわ、めっちゃ群れがいる、めっちゃ群れてる。なんかせっかい魚いると思ったら群れでしたね。はい、いないね、いないですね、この辺魚。わー、ちょっとドラゴンがめっちゃ暴れてますね、ドラゴンがめっちゃ暴れてるけど。いやー、ちょっとゾンビフィッシュ見つけることができなかったですね、残念です。最後ね、ちょっとその姿だけでも拝んで終わりたかったんだけど、どうやらいないですね。そしてなんか夜だけ特別に出てくるようなやつも特にはいないみたいだな、この辺にはね。はい、というわけで、まあ、じゃあちょっとこの辺にしましょうか、今日はね。まあでも今日はこのランピス釣れました。あ、ちょっと売る最後ね、売って終わりにしよう。はい、到着いたしました。これですね、このゴーストみたいな、この、地上に持ってきちゃうところ、透明になるやつ、こいつがやっぱ面白かったですよね今日は。ということで売りますと、うわー、めっちゃお金持ちやー、めっちゃ金持ちになりました。ということでね、今日は、ランピスが釣れましたので、次回ですね、ちょっとあのゾンビフィッシュ釣っていきたいと思いますので、ぜひね、また見ていただければと思います。ということで今日はこれにしましょう。最後まで見てくれてありがとう。それじゃあ今日はこの辺で、また見てね、バイバイ。